プログラムディレクターの三好と申しますこの目標は2050年までに激甚化しつつある台風や豪雨を制御し極端風水害の教育から解放された安全安心な社会を実現するということを目標に掲げております。これまで防災・減災では予測を行って避難をするあるいはインフラをですねダムを設置したりとかですね あるいは堤防を築くなどのインフラの整備によって災害に備えてきたわけですけれども新たに台風や豪雨の強度やタイミング発生範囲などを変化させるような制御を行う、まあ、能動的に気象に変化を加えることによって災害に対する対応を行っていきたいということが目標になっております。 50年ほど前にアメリカでハリケーンを改変するという実験が行われたことがあります。1962年から83年の間に行われたプロジェクトストームフューリーというものですけれども、これはハリケーンを改変させるためにハリケーンに向かってですね、飛行機で飛んでいって、計8日間、8日銀という物質を散布して、そのうち4日間で 風が10から30%弱まったというふうに報告されていますけれどもしかし人間の介入が有効だったのかこのヨカギンを散布したことが有効だったのか単にハリケーンの自然な振る舞いだったのか区別できなかったために結論が明らかではないということになっております。 そこで私たちのアプローチとしましてまず克服すべき課題ですけれどもこの気象制御の効果を区別できるかということでその50約50年前と大きく変わりましたのがこのスーパーコンピューター富岳に代表されるような計算能力の劇的な向上ですねそれを背景とした数値シミュレーション技術の向上また人工衛星をはじめとする高度な観測技術 こういうものを組み合わせる新しいデータ導火の技術が発達するということで気象予測の精度が非常に高まってきたこれによって制御を行った場合行わなかった場合の違いというのが区別できるほどに高まってきたというふうな状況ですもう一つ課題としまして人間の力で介入ができる要するに気象に変化を加えることができるというのは非常に小さな接動でしかありません 大気が持っているエネルギーに比べてほんのわずかな制御シグナルを加えることで本当に変えることはできるのかということが疑問です。これに対しましては気象はわずかな誤差が時間とともに指数的に増大するいわゆるカオスな力学系であるということが知られております。カオスな力学系を特徴づけるのがバタフライ効果と呼ばれるものでえ ローレンエドワード・ローレンツ博士が、えー、発見したものですけれども、えー、このような、えー、単純な3変数のモデルですがローレンツ63モデルとして知られていますけれどもこの3次元空間の中に状態を変えてでこういうようなものも、えー、ほんのわずかな違いが指数的に発展して大きな違いになる、まあ、それがために予測が当たらなくなると。 いう問題があります、まあ、これが予測可能性、まあ、気象予測が難しいということで予測可能性の限界をわけですけれどもそれで気象学の中では予測可能性のの研究ととといいううがが非常に進んできたということがあります一方でわずかな誤差を人為的に作り出すことができればこれが大きな変化になるということでもありますので、まあ、テコの原理のようにですね小さな力で気象制御ができるかもしれない。 そういう可能性を同時に含んでいるということになりますで。これは私自身が行ってきた研究の一部をご紹介しますけれども、この理想的な40変数のモデル、これ40変数縦に書いてますが、1年間実行すると、こういうふうに変数が変動するわけですね。ここに、ちょっと小さいですが、マイナス10からプラス14か15ぐらいまでの間でですね、 変動しますその中で、えー、極端な事例、まあ、この場合ここで書いてますけれどもちょっと見えにくいので拡大しますが14.217を超えるようなことは1年に2回程度の頻度で起こります100年間実行すると、えー、ですので50回ぐらい、えー、違う、えー、と200回ぐらいですね1年に2回ですので100年間で200回ぐらい起こる。 こういうのをうまく制御してやるとですねほんのわずかな制御シグナルの入力によってこういう極端現象を完全になくするということができるということをこういうあの単純なシステムですけれども、まあ、確認しているこれを実際の全球大気モデルに適用して台風9号2015年の台風第9号ですねこう日本にやってくるような台風について これは台風の中心気圧ですけれどもこんなに台風を弱めることができるですとかあるいはこれは2014年7月豪雨広島で甚大な災害をもたらした豪雨ですけれどもこの時のシミュレーションを行うと制御シグナルほんのわずかな制御シグナルを加えることで雨がこれだけ弱まるというようなことも確認してきています。ここういいったことと、を実実際に実現していくと いうのがこのプロジェクト、まあ、この目標8が目指すところですけれども仮に科学技術的に可能であったとしても実際に行ってよいかどうかということは別の問題になります。ですので新たな課題として倫理的法的あるいは社会的な課題まとめてこの英語の頭文字を取って LC というふうに呼ばれますが これを解決しない限りはいかに科学技術的に可能であっても実際に行って良い技術として確立することはできないというふうに考えますのでこの課題をですね科学技術的な研究開発と両輪として開発していく研究していく必要があるとですので工学研究プロジェクトでは必須の要素として研究の初期段階から重点的に取り組むということにしております 実現に向けた課題の抽出実験ルールの策定こういうものを行っていって10年目研究開始後10年目をメドにですね実際の小規模な屋外実験を開始できるような課題解決をしていくということを目指していますこのために目標全体として横断的な LC 研究の体制を検討したり あるいは積極的にアウトリーチを行って何をやっているかわからないといったような不安を招くような研究ではなくてオープンな形オープンサイエンスを重視して研究開発を実施していきます2050年に目指す社会は極端風水害の脅威から解放された社会になりますこれを実現するためには2040年代には大規模な 気象制御実実験を実施するる必要があると。これを実現するためには2030年代には小規模な気象制御実験を実施して検証する必要があるとこれを実現するために今から取り組むべき内容としまして気象制御の実現可能性というのを具体的に示していくとでまたこういう小規模な制御実験というのを できるようにするためのこの LC の抽出と実際具体的なルールですね実行ルールこの小規模な実験を行うためのルールの策定というのに取り組んでいく必要がありますこの極端風水害の脅威から解放といいますが人間がですね自然を思い通りに変えていくなどということは大変おこがましいことでして 私たちはそのようなことを考えているわけではありませんただ自然の激しい現象豪雨や台風などによって尊い命が奪われたりですとかあるいは築いてきた財が失われてしまう一瞬にして失われてしまうこれはまさに不運としか言いようがないわけですけれどもそれを不運と言って片づけてはいけない私たちは社会を構成してこの地球の上で暮らしているわけですから この人と自然が共生するために科学技術ができることこういうのを作っていくわけです。そういう観点で自然を人の思い通りに何とかしようというような発想ではなくて自然とうまく共生して多くの人が皆が幸せに生きていける理不尽な災害の被害に遭わないために私たちは何ができるのか。 そういう観点でこの文と目標に向かって取り組んでいくわけでありますこの研究開発の体制当初ですねこのようなプロジェクトで取り組んでいくということが決まっていますプロジェクトは3つのコア研究5つの要素研究から構成されますコア研究というのは 2050年までの実現に向けた研究開発先ほどお示し,しました2050年のマイルストーン目標とする社会を実現するために逆算してバックキャストといいますが取り組んでいくような研究です。要素研究というのは個別のボトルネックを解消するための研究で当初3年間の計画で取り組むものです。 でコア研究はこの色で3色で塗りつぶしている部分ですね横軸には気象学的アプローチ工学的アプローチ縦軸には対象とする気象台風や線状降水帯都市豪雨という形で書いていますこれらのプロジェクトにつきましてはこの後各プロジェクトマネージャー PM の先生方からそれぞれのプロジェクトについて 詳しくご説明いただきますのでここでは詳細は割愛したいと思いますこの図で示してますのはこの対象とする気象やアプローチに関しまして幅広くカバーするような形でプロジェクト全体を推進しているということであります今後これで十分だというふうには考えておりませんので 例えばこの低抗体船舶物質散布あるいは養生カーテン、まあ、こういうようなあの実際に気象に変化をもたらす手法ですねこれを今私たちは制御手法というふうに呼んでますけれどもこれについてさらにここには限定されずにですねこの目標に達するために柔軟な発想というのが必要になってくるというふうに思いますのでそのように拡大していきたいあるいは先ほど申し上げましたようなエルシーですね あるいは数理数学によって可能となることこういったこともさらに拡充していく必要があると。また線状降水帯あるいは爆弾低気圧とかですね災害を引き起こすような日本付近で起こる中移動特有の気象というのがありますこれについても対象となる気象を広げていく必要があると いうふうに思っておりまして今後拡充を考えていきたいと。これが最後になりますけれども2050年までに台風豪雨の制御によって極端風水害の脅威から解放された社会を目指します先ほども言いましたがすべての現象が気象が思い通りにコントロールできるなどということは考えておりませんしそのような技術を目指すというわけではなく 人と自然が共生するための制御ということでオープンサイエンス透明感を持った形で取り組んでいくということになります。まあ、今この気象の制御の研究を始めるということにつきましては昨年のミレニア研究から検討してきて調査 研究をしてまいりましたけれども科学技術の発達によって気象制御の実現可能性が見えてきたという状況がありますまたカオス力学系の話を先ほど申し上げましたが小さな力人の手で加えられる力は非常に小さいものですけれどもこれが大きな変化になるということは分かっていることですでこれをうまくその気象のですね 軌道を制御する理論技術として発展させていくということが考えられるようになってきたということですまた l c i と科学技術の研究開発というのは両輪ですので科学技術を開発するだけではなくそれが社会に受け入れられ実際社会にベネフィットをもたらす実現するという観点で今後取り組んでいきたい。 本日さまざまな方にご参加いただき大変お忙しいところありがとうございます今後いよいよですね日本からこの分野の研究というのを始めてまいりますので皆様からの応援をどうぞよろしくお願いいたします